どうも皆さん、画面小覧、朝日でございます。本日、奄美大島、雨でして、結構強い雨がね、ザーザー降ってますんで、今日はお庭で大人バーベキューにしていこうと思います。それで、食材がこちらになりますね。はい、こちら。なんと、伊勢エビでございまーす。お友達の奄美の漁業組合員からもらいました。ほら、まだ、生きてるんですよ、これ。生きてるやつ、もらってきました。ほら、ほらほら、立派じゃないこれ。わき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 。で、こっちがね、赤エビですね。色が赤いでしょ。で、こっちが青エビになります。ほら、こっちはね、色が青いでしょ。種類がね、ちょっと違うんですよね。で、本日は商品の提供もいただきまして、こちらですね、日の出料理酒でございます。こちらの日の出料理酒、販売本数日本一でして、まあ皆さんもね、一度は買ったことがあるし、普段から使っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も何度も使ったことがあります。というわけで、本日はこちらの日の出料理酒を使った美味しい伊勢エビ料理を作って、大人バーベキューやっていきましょう。とりあえず生きてるとね、めっちゃ暴れるんで、こちらがね、今真水なんですけど、真水につけるとおとなしくなりますんでね、まずはここにぶっこんでいきましょう。はい、おとなしくなってしまりましたね。そしたらちょっと豆知識的なことなんですけれども、伊勢エビって鳴くんですけれども、ここで鳴くんですよ。このヒゲの付け根の部分、ここをこすらせて鳴くんですね。いきますよ。これがね、伊勢エビの鳴き声の正体です。ここです。ちょっと豆知識でした。そしたらエビを処理していきましょう。こちらのキッチンバサミを用意してくださいね。で、まずはこのヒゲを切っちゃいます。そう、両方ともですね。で、ここにもヒゲがあるんで、これも切ります。そしたらいつもは丸ごと使ってるんですけれども、今日はね、こう半分にバーッと切っちゃおうと思います。まずはハサミを使って、この殻だけ一周一回り切っていく感じですね。で、ひっくり返して、こっちも殻だけ切っていきます。そしたら残ってる身を包丁で切っていきます。するとこういう風に、ほら、綺麗に真っ二つにできます。美味しそうなエビ味噌が詰まってますね。楽しみです。で、こうやってね、ピローって背ワタも出てきますんで、これも取っちゃいましょうね。ほら、よく見るとここ胃から繋がってるんですよね、消化器官なんで。で、半身一つはね、やっぱりダイレクトに食材の美味しさを味わいたいんでね、焼きにしていこうと思うんですが、ここで料理酒塗っていきましょうね。この料理酒をつけることで臭み取りとかね、旨味とかコクが出てきますんで、これをたっぷりと塗ってやりましょう。で、料理酒は塩が入ってるんで、これでね、結構味もついちゃうんですよね。で、塩が入ってるんで、食品扱いなんで、未成年の方でも購入することができますよ。これで OK ですね。で、もう片半身は味噌焼きにしようと思いますね。なので、ここにまずは味噌で、味噌と同量の料理酒、そして砂糖ですね。で、混ぜていきます。そしたら味見してみましょう。よきよき、パーペキですね。そしたらたっぷりとエビに塗っていきましょう。あー、美味しそう。早く焼いて食べたい。この衝動を抑えられない。完璧です。で、もう一本赤エビの方なんですけれども、こちらは日の出料理酒を使って豪快に丸ごと酒蒸しにしようと思います。なので、同じようにまずはヒゲを切ります。よいしょ。で、丸ごと半合に入れちゃいます。入らないないかい。よしよし、入った。そしたらここに料理酒2セット。よし、
これで丸蒸しです。はい、それでは準備ができましたんで、私の徒歩2秒の庭に行きましょう。はい、というわけで徒歩2秒の庭にやってまいりました。それじゃあ大人バーベキュー始めていきましょう。イグニッション、おいやーしょい、アミスセーツ。そしたらまずは普通の焼きからやっていきましょうね。1個しか飲んねえや。まだ新鮮だから神経が生きてますね。これは美味しいですよ。よいしょ。あらら。ほっ。おお。いいではないですか。ほっ。あっつ。よいしょ。ほっ。うわ、すごいよこれ。ほら見て、ほらプルンプルンですよ。それでは行かせていただきます。あー、すごいね。なにこの旨味と甘み、このとんでもない伊勢海老の旨味と甘みが料理酒のコクと塩と合わさってね、脳髄に直接くるね。ガツンってくる。うまっ。こんなんやっていいんですかっていうレベルですね。じゃあもう一歩目行かせていただきます。おっ、それでは皆さんお疲れ様です。乾杯。あー、うー、絵も言われぬ背徳感よ。よいしょ。口の中でエビの旨味爆弾が爆発したようです。またこのね、他のエビにはないね、このザクザクとした食べ応えね、そしてこの噛むたびに爆発する旨味ね、もう伊勢エビはもうこれだよね。これは今日は確実に酔う。そしたらこのエビ味噌をほじりまして、で身にディップしちゃう。どうですかこちら、罪の爆弾。エビ味噌も臭みなく仕上がってますね。めっちゃうめえ。よいしょ。またこの頭の身がね、尻尾の身と違って柔らかくてすごく美味しいの。わあ、最高。ビールが進みすぎる。そしたらどんどんいっちゃいましょう。味噌焼きバージョンいきます。すごい生命力ですね。まあ新鮮なのもあるけど、まだ神経が生きてますね。そしたらこちらの味噌版もいただきます。よいしょ。よっ、ほっ。あらららら、落っこっちゃった。ではこのままいっちゃいましょう。うん、やっぱり美味しさが全然違いますね。甘味噌がめっちゃくちゃうまい。旨味が違うから、この脳の別の部分に響くよね。それでは2本目いただきます。またすごい雨降ってきたな。甘みらしいスコールだ。それでは皆さん2本目乾杯。よいしょ、よいしょ。でここにネギ。それではネギオンでいただきます。ネギ味噌最高。いつもこんなね、おっさんがね、このタペストリーの前で飲み食いしてる動画でいいんでしょうかって感じですね。あー、決まってきたよ。それでは
酒蒸しいっちゃいましょう。酒蒸しセッツ、蓋もセッツ。せーの、ほっ、あっちゃー。はい、来ました。こんなん見たことあります？これ一人でこう言っちゃうからね。エビフランクフルトですよ。行かせていただきます。こんな贅沢この世に存在します？すい。それじゃ皆さん、3本目、乾杯。で、オイレモン。エビにレモンが合うな。そしたら締めなんですけれども、この蒸した頭ですね、ここに味噌がたっぷり詰まってますが、これをボーンって入れて水を注いで、伊勢海老汁ですね。そしたら臭み消しに料理酒少々で味噌溶かしていきましょうね。伊勢海老の味噌汁ご飯です。それではいただきます。美味しい。うーんと、エビの頭の味噌汁って美味しいね。しかもこうね、結構酒飲んだ後のね、ご飯に味噌汁って最高の締めですよね。幸せ。はい、というわけでごちそうさまでした。部屋の中戻ってきました。いやー、もうね、伊勢エビでお腹がいっぱいですね。結構肩がでっかいやつだったんで、もう2匹でもうお腹いっぱいです。この伊勢エビでお腹がいっぱいっていう、この悪魔的背徳感ね。で、今回ね、こちら日の出料理酒で料理したんですけれども、料理酒ってね、普通の日本酒と違ってお米削らないで発酵させて作るんで、米の旨味が残るんですね。まあ、そのおかげでね、すっごく美味しく伊勢エビを調理することができました。というわけで皆さんもこちらの日の出料理酒チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。この島の香り、この波の歌よ、島に帰らん仲間もいるけど、潮風に会い